はい、こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は完全に僕の思いつき企画、こういった企画やるのはねあまりないんですけど、昼間に唐突にひらめいて個人的に面白いなと思って、僕が楽しそうだなと思うのでやるだけですね皆さんがどう思うかは分かりませんけど、ということでいきましょう。星7チェーン、誰が持つ期待と予想っていうね、FFRK レポート解説動画でもあった通りですね、あるんですよ、結末に。レッツフェスが。で、レッツフェスで、新たにね、星7チェーンが追加されるわけなんですけど、その星7チェーンを、どのキャラクターが持つかって結構重要じゃないですか。FFRK ガチ勢の方ならね、わかると思うんですけど、誰が持つかって結構大事よ。星7チェーンって場合によっては今までの、そのチェーンを覆すとんでもない性能の可能性もあるわけで、その星7チェーンがねどのキャラに持つかによってその環境が変わってくるわけじゃないですか。もうその星7チェーンがまあとんでもなく仮に強かったらね、そのキャラがまあ今後ねその属性のキーになるわけですよ。まさにキーパーソンまさにキーパーソンになるわけですよっていうところですごく重要なんですよ。で、それの予想をしてみようかなと。面白いよね、多分ね。僕が面白いと思ってるだけなのかもしれないけど。ということで、8属性、物理、魔法、両方考えてきた。ただ、あれね、シリーズチェーンの可能性もあるんだよね。余計を考えるとね。僕、属性チェーンでしか考えてなかったけど、シリーズチェーンの可能性もあるんで、まあ、シリーズチェーンちょっと一旦やめとこう。17シリーズも無理。さすがに。さらに17シリーズはさすがにちょっとね、時間的にもあれなんで。まあ、とりあえず属性チェーンっていうね、前提でいこう。まあ、どっちにしろ、星7チェーンが最初ね、仮にシリーズチェーンで実装されたとしても、ゆくゆくは属性でも実装されるだろうしね。遅かれ早かれ。どっちから始まろうが、属性チェーンから始まろうが、まあ気づけばシリーズチェーンも出てましたよみたいなことにもなると思うんで、まあね、些細な問題ですよ。ということで今回は属性チェーンから行くぜ。まず炎属性の物理だね。炎属性から行こうと思うんだけど、これね、あとね、これある、この問題あると思うんだけど、既存のキャラに2つ目のチェーンが実装されるか、あるいは全く関係ないキャラ、今まで何のチェーンも持ってなかったキャラに実装されるかっていうところあると思うんだけど、すでにね前例あるんだよね。二つ目のチェインとかシャントットとかね、シャントットなんかあるんですよ。一番最初に実装されたんだっけ、シャントットが。確かそうだよね、一番最初に実装されて二つ目のチェインもらってんだよね。これ新魔法サンダーチェインもらってて、最初がこっちのディバインマリさんっていうことであるんだよね、前例がね。同じキャラに二つ実装される、まああるいは属性チェーンとシリーズチェーン持ってるキャラもいるしね、リュックとかそういったキャラもいたりするんで、まあない話ではないんだよね。この 3つ目のチェーンを持つ可能性もなくはないんだよね。なくはないんだけど、まああんまりその同じキャラに持たせることもないのかなっていうところでいくと、炎物理で考えると最近なんかね急に強くなったキャラいたよね、いましたよね、こいつですよ、アーバイン。いや、アーバインあるなと思って、炎物理で。で、近頃、まあ、本気で強くなったじゃないですか。前回の8イベントの時に、シンクロだったり、第2覚醒が実装されて、で、あと、専用アビか、専用アビで、炎属性弱体とかね、追加されて、とんでもなく強くなった。炎属性のサブアタッカーとして。で、このアーバインに、チェイン、新チェインが実装されればとんでもなく活躍が見込めるぞというところで、アーバインは結構期待値高いよね、これ。まあ僕シンクロ当てらんなかったんですけど、まあそれでもねかなり期待値、その FFRK 界の炎物理っていう枠で見るとね、トップクラスになるんじゃないかなと。今現状で言うと炎の物理のチェインで言うと、まあバルフレアとか、まあ、ヴィンセントだったり、まあ、ギルガメッシュだったりね、そういったキャラいますけど、まあそれらを抑えてね、そのトップに躍り出るってことも可能なんじゃないかなというスペックはあるんで、結構アーバインには期待値が高まってますね。はい。で、
同じ機構士で、いまだにね、必殺技が全く実装されてない、大穴キャラがいるんだよね。大穴キャラがいて、このムスタディオ。忘れてる方多いと思うんですけどね、いるんですよ、タクティクスで。まだ埋もれてるやつが。こないだのモンブランとか、ね、モンブランとかでさ、ね、こう、モンブランも急に化けたじゃないですか、こないだのイベントで。まだガチャやってるけど。で、ここに来て、ムスタディオとかね、まだ埋もれてるキャラいるから。こういったキャラにもスポットを当てて、メディアドールも一気に化けたからね、このムスタディオにまさかの、まさかの星7チェイン。で、フェスで星7チェインシンクロ覚醒とかね、一気に実装されるパターンもありそう。ありけりなんですよ。ワンチャン。ワンチャンあるんで、これマジある、ある。これムスタディオ当たったらやばい。ムスタディオの予想当たったらやばいけどね。で、何気にこのムスタディオ本当になんか、あれなんだよ。あ、なんか、専用アビ開いちゃった。超絶、超絶が炎属性耐性デバフなんですよ、こいつ。で、気候子だから、デバフしつつっていうね、理想的な感じなんだよね。チェインしつつデバフできるっていうね。まさに理想的な感じなんで、ムスタディオをね、仮に シンクロと覚醒と星7のチェイン実装されても、全然いいと思う。ちょっと炎物理の層が厚くなりそうな、厚くなりすぎちゃう気がするけどね。まあ、なんで、ムスタディオマジ大穴ですよ、これ。はい。ちょっと長くなりそうだから次行くわ。で、魔法ですね。炎の魔法。炎の魔法キャラで言うと、うん、まあ、いろいろ考えたんだけどね。まあ、いろいろ考えたんですけど、まあ、ティナチェインとか、まあ、ないかなって思う。ティナチェインは。ティナはもう、純正なアタッカーとかね、ビビとかね。まあ、ビビチェーンあんのか、確か。あった気がする。持ってないけど。あれ？あれ、ビビチェインってなかったっけ？あるよね。あった。そう、ビビチェーンあるんだよね、何気に。ビビチェーン何気にあるんだよね。あ、持ってない、なかっただけで。で、あと、パパリモチェインとかっていう可能性もあるんですけど、うん、まあ、個人的にはね、クルルチェインだと思うんでね、クルルチェインを押したい。まあ、この子、炎属性と地属性両方いけるっていうところがあるんだけど、まあ最近ね、まあ先にかっていうわけじゃないけど、その、まあ二つ目のチェインになるわけですが、デバフとかできるから、この子。超絶とかで。っていう意味も込めて、まあいろいろできるキャラだなと思って、まあチェインなんじゃないかなって思う。まあ、この辺が妥当なんじゃない？二つ目のチェインになりますが、僕はね、クルルチェインかなと思う。ルビカンテはこの間出たばっかだし、ガチャにも入ってんだよね。まだ復活してない、震える魔石？震える魔石連動装備召喚で、ルビカンテのセット入ってるんで、まあ、ルビカンテに星7チェインはないかなと思って、このタイミングでね、ないと思うので、じゃあクルルかなというところです。はい。では、次。氷属性。みんなごめん、この動画面白い。僕は面白いんだけど。はい、次、氷物理なんですけど、これね、氷物理はね、まあ、いろいろいるんですよね。いろいろいるけど、ゼザかなって思ってる。なんでかっていうと、月末に FF5 イベントがあって、まあ、フェス裏開催なんですけど、フェスで実装ってことは、フェス以降のガチャであれば、新チェインが入ってもおかしくないんだよね。で、今回の、FF5 の月末イベント、レポートの通りですね、第1弾と第2弾両方分かれてて、どうやら書き方的に 1弾2弾両方とも新規装備が入りそうなんですよ。で、わざわざこのタイミングで1弾2弾新規装備入れてくるってことは、星7チェーンありそうだよね、というところで、で、今までこのゼザに関しては、まあ、不遇な状態が続いてたんだよね。覚醒止まりの状態続いてたんで、まあもちろん新しいガチャにね、新奥義だったりシンクロ入るんでしょうけど、流れ的に星7チェイン入ってもおかしくないなっていう感じです。まあ星7チェインがどんな感じかはわからないし、まあゼザもね、別に今のところデバフとかできるわけではないんだけど、まあ魔改造でね、運営の魔改造によって急にね、デバフが追加されたりってことは全然あるしね、うん、まあ、ポテンシャル秘めてるんですよ、このおっさんは。うん、なんで、いいと思う。で、何気にこれ味方全体のね、クリバフとか持ってるから、
そのサポートチェーンしつつ味方のクリバフとかもその補助してあげることができたりとか、そういったところもできるから、まあチェーン役としては悪くはないと思うんですよね。悪くはないと思うんで、はい、という感じで氷チェーンゼザの可能性が結構あるんじゃないかなと思います、物理はね。で氷魔法についてはどうかなと思ったんだけど、まあこの流れで僕がね期待したいのはやっぱデバフしつつそのチェーンもできたら最高だねというところで、セブンかなって思うんだよね。氷魔法のデバフキャラといえばやっぱ今のところセブンなので、このキャラにまあ星ランナチェーンが実装されていくのがあの一番順当なんじゃないかなというところ、これ真面目ですね、真面目にセブンなんじゃないかなと思う。まああるいはイゼルとかね、イゼルはあれなんだよね、氷魔法弱体化のレジェマテ持ってるんですよね、この人。何気にこれ低確率ですけど 25% でデバフがくっついているキャラっていうこともあるんで、まあ今後星7チェーン出ても使えるし、まあ今氷魔法パーの中でもトップクラスの実力持ってるんでね、まあ実装されても全然使えるでしょう。はい、ってところが氷物理魔法だね。はい、次の属性が雷だね。雷物理からいこう。雷物理はね、まあ意外と雷物理の弱体化できるようなキャラってあんまりいないんだよね、意外と。まあエドガーとかさ、まあエドガーはねちょっとトライエレメントモードで3属性分かれてるから特定の属性のチェーン持つことっていうのはなかなかないんじゃないかなと思って、まあシリーズチェーンはあるけどね、まあ属性チェーンはないんじゃないかなと思って、まあエドガーするじゃん。で フランに関してもまああのツインエレメントモードか氷雷のキャラなんで、まあ違うかな。でプロンプトももうチェーンあるしなーっていうところで、まあ考えていくとレノかと思って、レノが確か使えるやつがね、気候子とか使えるんだよね、まあ、物理スピードでもいいけど。でレノはこのハイフチェーンが実装されてるだけなんで、ここでまあ新たな星7チェーン入手してもいいんじゃないかなみたいな感じだよね。うん、これ結構いいと思う。レノは今までそこまでねぶっ壊れとかなんかすごく強いとかっていう恵まれた性能ではなかったけど、ここで星7チェーンゲットして、まあ気候シャビとかね、あの生かしてデバフしつつチェーンっていう理想の形を手に入れさえすれば、まあ今後光る可能性も出てくると思うので、まあレノありかなと思いました。であと雷魔法はまあ選択肢少ねえんだ、これが。雷魔法改めて見ても本当選択肢ないんだよね、全然。ハロムチェインも考えられるんだけど、ルールもトライエレメントモードだからちょっと違うかなと思って、でシャントットも今2つも実装されてる。アーシェチェイン、まあアーシェチェインも考えられるんだけど、まあアーシアメインで雷やってほしいかなっていうところもあって、マラーク、そうマラークね、この子もまだ不遇なんですよ。不遇タクティクス不遇なキャラ多いまだ埋もれてるキャラいて、マラークねフェスでぶっ壊れ出る可能性あるんですよ。これまだ秘めてるんですよ、マラークが可能性を。秘めしかないで、覚醒がデバフなんだよね。覚醒でデバフできて待機なしとかっていうねタイプなんで、これハマッとめちゃくちゃ強いんじゃないかなというところ。ただしまとえないけどね。ただこれがマラークがフェスで星7チェーン実装されて、さらにシンクロ実装されれば多分ぶっ壊れると思うんだけどね。これ書いてあることめちゃくちゃ強いからね、この人ね。一定時間雷属性アビの待機なしだよ。でデバフしつつで、これシンクロと組み合わせたら待機なしでシンクロアビ打てるからねでそのシンクロアビが例えばね、その雷魔法で弱体化できるキャラだったらね、もう最強じゃないですか。一気に弱体化できる、待機なし、チェインできるっていうね、最強のキャラ生まれると思うので、マラークありだよこれ。そうレジマテも何気にこれ 25% ダウンだからね、こいつはありだぜ。可能性めちゃくちゃ感じるぜマラーク。何気にムスタディオとかもそうだけど、
まだまだ埋もれてるキャラいるぜ。これね、結構熱いと思う。今後のマラークは。今後のマラークマジ注目キャラだからね。みんな覚えておいて。あ、そういえばライム言ってたな、マラークやべえって。って、絶対覚えておいて。はい。じゃあ次、地属性いこうか。で、地属性ですが、まあ選択肢狭いんだよね、地属性物理って。で、地属性物理の弱体化キャラって言うと、まあこの間メリアドール出たじゃないですか。特化キャラね。デバフの特化キャラ。メリアドールっていう可能性もなくはないし、個人的にはメリアドールであってほしいんだけど、多分このタイミングでメリアドールはないんじゃないかなって思うんですよ。未だにまだガチャやってるからね。このタイミングでまあメリアドールはまあないんじゃないかなってところを考えると、ガイかな。デバフキャラで言うと、まあガイになってくんのかな。ガイがまあね、レッドサーティーンとか出る前は結構ガイでデバフ、まあガラフかガイとかでデバフっていうイメージだったんで、まあこのキャラなんじゃないって思う。で、仮にガイにこの実装されたとしても使い勝手は悪くないと思うんだよね。まあこれも覚醒もね、バフしつつさらにデバフとかね、そういった効果とか持ってるから。で、あとなんかね、そのタイミングで新しい超絶なり、まあ、第二覚醒なり、そういったものを追加されて、さらに使い勝手が良くなればっていう可能性もある。まあ、シンクロ実装されてないのか、そういえば。シンクロでデバフとかついてくれればね、かなり使いやすくなるから。うん。まあ、だから可能性秘めてますよ。これほんと、次のフェスで星7チェインとシンクロ出て、同時にね、シンクロアビでデバフみたいなキャラになれば、まあ、一気に、地属性物でもかなり使いやすいトップクラスのキャラに躍り出ると思うんで、まあ、これ可能性結構高いと思う、ガイは。はい。で、次、地属性魔法ですが、これ、マジ選択肢、地属性魔法改めて見たけど、やばいよね、選択肢のなさが。マリア、皇帝、テラ、リディア、レッドサーティーン、リノア、エナクロになっちゃうもんね。ちなみにこれ、外伝とジョブに関しては、属性チェーン今まで一度も実装されたことないので、まあ、シリーズチェインだったらドクターモグが持ってんだけどね。シリーズチェインだったら持ってるけど、属性チェインでは実装された前例がないので、おそらく実装されないでしょう。エナクロとか可能性はね、普通のシリーズキャラだったらあったけど、外伝キャラだからね。ワールドオブファイナルファンタジーだから多分実装されないでしょう。ってことを考えると選択肢めちゃくちゃ狭くて、うん。まあ、先ほど言ったキャラなんだけど、あ、クルルもいたか。クルルはでもさっき炎チェインのところで出したしね。ってことを考えると、多分、まあ、マリアチェイン？マリアか皇帝かってなるんだけど、なら、皇帝かマリアだったら、まあ、皇帝だよなと。個人的な希望ね。皇帝はほら、専用アビで弱体化できるから、絶対皇帝にできた方が、その、使いやすい。まあ、二つ目のチェインになるけど、皇帝かなって思う。皇帝に出してほしいなって思う。うん。皇帝の昔のチェーンも持ってないからちょうどいいやと思って。皇帝ね。皇帝結構フェスに入る率高いようなイメージあるけど。はい。そんな感じ。で、次が、風いきます。風物理。風物理はね、多いんだよ、キャラが。多いけど、僕の予想ではマーカスかな。これはなんか最近の、そのカルディアダンジョンの使われ具合だったり、まあ、そのね、サポートキャラ、どちらかというとサポートキャラにイメージがあるからかな。うん、マーカスかなって思ったりします。で、シンクラビで、デバフとかできたりするから、こいつに実装されれば結構使いやすいんじゃないっていうところ、フルバフとかも持ってるからね、カルディアダンジョンでも使えるでしょうし、まあその他普通の数属性、とかのね、弱点の属性ダンジョンでも使えるしってところで、まあマーカスに実装されたらいいんじゃないっていう気がしてます。物理だったら。うん。で、魔法。風魔法ですけど、風魔法も選択肢マジで少ないね。マジで少なくて、まあ可能性としてはね、バルバリシアにはすでにチェイン実装されている、いて、風神にも実装されてるんですよ。で、まあ、あとは持ってないのって言うとアルティミシアなんだよね。アルティミシアチェインあるかなと思うんですけど、ありそうだよね。なくはないと思うんだよ。ただアルティミシアがデバフとかできるかっていうと別にできないんだよね。
あの確か超絶かな、ブレイブ超絶で、あの健康一滴デバフができたりするね、そうそうそう、デバフができたりするんですけど、まあ、こういったところ、まあ、新しい覚醒とかね、まあ、追加される可能性もあったりするけどね、そういったところでの活躍を期待というところですね。はい。で、お次が 水属性だね。水属性いきます。水属性物理が、最近僕の中で結構注目してるキャラというか、まあ最近というかね、あれなんだけど、みんな全然ね注目してないキャラだね。ライオンがね、何気に水属性デバフのスペシャリストなんだよね。専用アビでデバフ持ってて、かつシンクロアビでもデバフができるっていう、結構水物理アタッカーの中でもトップクラスなんですよ。で、何気にこれ HP 少なくなると ATB ゲージ蓄積時間1回なしにできるっていうねところもあって、何気にこれ無駄がなくて強いんだよ。で、シンクロアビにもダメージ限界突破出せるからね。そう、何気にライオンってかなり強いんですよ、これ。実はめっちゃ強いので、このキャラに星7チェーン実装されるとかなりいいなって思う。まあ、あのリュックみたいなね、星6戦技であのゲージ貯めるとかそういったものとかは持ってないけど、まあね、リュックとこれから星7チェーンが実装されたからされたら多分リュック越えになるんじゃないかなというところも予想されるので、これは全然あり。でもちろんシーフなんでアクアローアーとかも使えます。まあ、専用アビでいいけどね、ライオンの場合はっていうことなんで、僕はライオンを推したい。ライオンにしてくれって感じシンクロ学生揃ってるしはい。で、あと水魔法だね。水魔法も選択肢少ねえんだ。で、先日ですね、まあ午後が急に強くなったりってこともあって、まあこのキャラもともとチェーン持ってるんでね、まあ午後チェーン実装されてもいいけど、まあないんじゃないかなと。で、ストラゴスももともとチェーン持ってます。で、メイヤーもチェーン持ってますっていうと、じゃああと誰だってなってくるとね、この間のフェスでセラに水属性のシンクロが追加されたじゃないですか。で、専用アビで水属性弱体も追加されたんで、セラチェーンあるんじゃないと思って、氷チェーンに続き、あの水チェーンゲットする可能性。で、この子星6戦技でゲージ回復持ってるから、貯めるから、ありだねと思って。僕、こないだのフェスで水のやつ当たんなかったけど。なんで、水魔法はセラかなって思ってます。はい。で、次が生属性物理だね。生属性物理いきます。まあ、生属性物理はね、個人的に実装されてほしいキャラと現実に実装されるキャラっていうのがあるんだよね。これなんかそんな気がしちゃうんだよね。のがまず個人的に実装してほしいのがこのアグリアス。まあ理由はお分かりの通りだね。今までの流れから言うとね、もうアグリアスは生属性物理の中でも、まあ、トップクラスのそのデバフキャラ、生属性デバフキャラであるので、このキャラに実装されたらまず間違いなく、まあすごく使い勝手がいいキャラになるのは間違いないので、まあアグリアスに実装されてほしいなって思いはあるんだけど、多分ね、運営さんはおそらくだよ、多分ベアトリックスに実装すんじゃねえかっていう気がしてる。なんとなくね、何の根拠もないけど、なんとなく運営だったらベアトリックスにすんじゃねえかなっていう気がしてるので、ここは負けちゃうな。多分アグリアス選ばれないね。多分ベアトリックスなんじゃないかなって思うんだよね。まあベアトリックスは悪くはないんだけどね。専用アビが限界突破ダメージで、でマテリアでデバフできるんだよね。レジェマテでそう 25% デバフができたりするから、まあ悪くはないけどね。まあアグリアスの方が個人的には好みなんですけどね。はい。で、次、聖魔法だね。聖魔法は悩んだね。悩んだのは、ミンウとフースーヤ。ミンウとフースーヤなんだよね。ミンウが、まあ今ね、レムと並んで生属性魔法界では結構ブイブイ言わせてるタイプのキャラじゃないですか。で、まあ、ミンウチェインもありだなと思うんだけど、フースーヤ？まだ、シンクロ実装されてなくて、月末の、ラビリンスダンジョン連動装備召喚かな。で、
空数矢の、あの装備が出ること確定してるんで、そこで多分新奥義とシンクロ実装されそうな感じがあるんですよね。でその流れでフェスがあるんですよ。あのラビリンスダンジョン連動装備召喚と期間被ってるからね、フェスが確か被ってると思うので、そのタイミングで風数屋にフェスでチェインみたいな、でそっちのラビリンスガチャでシンクロとか出るみたいな流れもあるんじゃないかなと思って、風数屋だね。うん、まあ、ありそうだよ。風数屋チェイン、ここで急に風数屋が魔改造されるみたいな、ね、一応実績であるからね、シリーズチェイン持ってるからこの人、まあ、風数屋ありだなって思ったはい、で最後だね、最後闇属性で、闇属性物理はもう何の迷いもなかったね。何の迷いもなくて、闇属性物理で、まあ、デバフキャラっていうと、まあ、ルーファウスだよね。ルーファウス、この人シンクロ覚醒すでに実装されてますが、戦友アビで闇デバフ持ってて、でかつ、シンクロアビでもデバフができたりっていうね、もう生粋のデバフキャラなんで、まあ、このキャラにルーファウスさんに実装されるのは、まあ、何の違和感もないのかなというところですね。なんかこれ実装されると逆にありがたい。闇属性のデバフの特化型キャラって、まああんまりいなかったというか、うん、そうそうそう、チェインキャラがねちょっと微妙なんだよね。闇物理って微妙っていうわけじゃないけど、サイファーとかシャドウとかね、ガーランドとかね、過去そういったキャラに実装されてるけど、なんかいまいちパッとしなかったっていうか、うーん、なんでだろうっていうところがあったんで、まあシャドウもガブラスもね、あの星6戦技ゲージ貯められて便利っていうところはもちろんあるんだけど、まあ特別ねそのデバフに特化してるっていうわけでもなかったんで、まあ闇だったら常闇の楽園とかあるからさ、正直誰でもデバフできるっちゃできるんだけどね。まあ多分ルーファウスに出てくれると一番なんかスマートなんじゃないかなっていうところがあるんで、はい。で最後ですが、闇魔法だね。闇魔法キャラで言うと、今で言うと暗闇の雲とかゴルベーザとかその辺がチェイン持ってんのかなっていうところですが、闇魔法でデバフのイメージっていうと、やっぱ僕はナバートなんだよね。ナバートあたりに実装されてくれるとかなり使いやすいんじゃないかなって思うんですよね。覚醒で、そう、こういったね、まあ他の健康一滴デバフとか、そういったものも追加できたりしますし、でシンクロアビ、こっちもね、バフなんだよね。バフをつけられたりとかっていうこともあったりするし、これそうだね、味方全体にバフだね、味方全体にバフ付与できたりとか、あとシンクロアビニでねデバフっていうこともできたりするから、まあナバートあるなと思って、あるなというか実装されてくれると使いやすいんじゃないかなって思うので、ナバートです。はい、まあそんな感じで自由気ままに30分ぐらい喋ってしまいましたが、どうですか僕の予想。まあ合ってるとは思わないけど、多分この中だったら 2,3 人ぐらいは多分正解すると思うんだよね。多分ね2,3 人ぐらいは正解してほしいなって思う全部外すってこともあるけどね。はい、まああくまで今回のこの僕が この動画で喋ったことは全然何の根拠もない、あくまで僕の期待と予想なんでね、真に受けないでね。ライムが言ったから絶対とかそういうわけでは全くないので、はい、あくまで実装されてからのお楽しみですが、はい、あとはね実際そのレツフェスの内容が出たらまた解説動画アップしたいなと、答え合わせまでねしたいなと思うんで、ぜひよろしくお願いします。といったところで今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。